グルーのスケッチネヘミア・グルーは、イングランド王国コベントリー出身の植物解剖者、医者。イタリアの医者マルチェロ・マルピーニと共に、植物解剖学の創設者とされ、植物解剖学の父と呼ばれる。グルーは植物に性別があると考え、花が植物の世紀であると予言した最初の人物で、ドイツの植物学者、ルドルフ・ヤー・コップ・カメラリウスによって実証された。また、 顕微鏡を用いた植物観察に優れ、同国出身の植物学者、物理学者であるロバート・フックのような華々しさこそなかったが、グルーが生きた時代当時、単純に外形的観察のみに終わっていた植物形態学に顕微鏡を用いた解剖法を導入し、マルピーギと並んで細胞説の土台を築いた。主張に植物解剖学があり、この著書は、 精密な解剖図が記載されており、小法や小能といった用語を作った。他、比較解剖の研究も行い、樹木比較解剖学という著書も表している。その他の業績として、指紋鑑定の先駆者であり、1684年に指紋に関する研究報告という論文を表し、皮膚文様の持つ特殊性を科学的に記録した最初の人物としても名高い。 スウェーデンの植物学者、カール・フォン・リンネはグルーに敬意を表して、シナノキカの一種に、クレビアと名付けた。1641年9月26日、イングランドのオリックシャーに近いコベントリーの牧師で、あった父、オバディア・グルーの元に、一人息子として生まれる。1661年に、ケンブリッジ大学の一つ、ペンブルック・カレッジに進学するが、約10年後に、 医学博士号を習得するために、ケンブリッジ大学を中退し、ライデン大学で医学を治めた。ライデン大学を卒業後、故郷のコベントリーで開業医として医者を務めるが、ついでロンドンでも開業医を務めた。医者を務める傍ら、植物解剖学の研究も行った。1670年に、同国出身の牧師、自然哲学者であるジョン・ウィルキンスによって、 王立協会に勧誘され、翌年1671年に王立協会会員となる。1677年に王立協会の幹事を就任する。1712年3月25日、ロンドンで亡くなる。AB 大日本百科時典1967、P330、AB 万有百科大辞典1972、 P200ABC 世界大百科辞典 1972P487 諮問鑑定の歴史2013年12月26日閲覧グランド現代百科辞典 1983P348 ありがとうございます